このフレンド申請なんだろう誰かが間違って送ったのかなあメッセージがついてるえっとえこれ真冬のお母さん どうして私のアカウントをそういえば、真冬、お母さんにパソコンを調べられてたって前に言ってたっけもしかしたら、それで見つかったのかも。<laughs> 無視はできない。ここで無視しても、きっと意味ない。 お母さんに何か聞かれて、真冬がもっと苦しむことになるかもしれないし。はじめまして。25時ナイトコードでで作曲を担当しています。K です。いつもユキさんにはお世話になっています。お願いとは何でしょうか 理由を聞かせていただいてもいいでしょうかあ 真冬,の目指す夢真冬の夢って何なんだろう一度も聞いたことないけどでももし私が知らないだけで夢があるんだとしたら <noise> お父さん見てうんどうしたんだい この前、作文の宿題が出たの。将来の夢ってテーマだったんだけど、私、お父さんみたいな作曲家になりたいって書いたんだ。え僕みたいなうん。先生にも、私は音楽の成績もいいし、きっとお父さんみたいになれるよって言われたの。そうか。僕も、そう思うよ。 でも、そのためには、音楽以外の勉強もしっかり頑張らないとね。ああ、うん、そうだね。でも、その時間も曲を作るのに使えたらいいのにな。社会とか生物とか、そういうのは音楽に関係ないと思うし。<laughs> まるで関係ないっていうことはないよ。いろんな知識を持っていると、 作れるる音楽の幅も広がるからね。僕も仕事をしていてもっと勉強していればよかったって思うこともあるんだそうなんだああだから奏でも作曲家になる夢を叶えたいのならたくさん勉強しておくといいよきっと奏での人生の力になってくれるはずだ 真冬のお母さんの言っていることはわかる。今が大事な時期っていうのは本当だろうし。でも。わかった。待ってる。<laughs> 今、ニーゴの活動をやめると、真冬は、すみませんが、 私から何か言うのは難しいです。ユキさんが一緒に音楽活動をしたいと言ってくれている限り、私もそうしたいと思っています。メッセージが止まったあ、何か書いてるみたい。<laughs> ユキさんが辞めることを望んでいないのであれば、私からは何も言えません。すみません。真冬のためには、これでいいはず。きっと、これで、いいはず、だよね。 真冬のお母さんと会うはぁ、あ。勉強する前に少し作業しようかな。奏、で夕方までにデモをあげるって言ってたし、パソコンを机から出して、あれ パソコンをしまってた場所が、少し違う。どうしてあ、ありがとう、お母さん。ねえ、お母さん。今日、パソコン使った 大丈夫だよ。でも。ごめんなさい。できれば、なんだけど。もう、パソコンは見ないでほしいの。えっと。必要なファイルが間違えて上書きされたり、消されたりしたらいけないし。 がそんなことをするなんて思ってないよでも学校で出されてる課題のファイルもあるしそれがなくなったら大変だから お母さんに、気づかれた。きっと、ニーゴのことも、全部。どうしよう。どうしよう。まだ、ニーゴで、みんなと一緒に曲を作りたいのに、音楽を。 やっていたいのに。でも。お母さんは、私のことを思って言ってくれてる。思って、言ってくれて、私のことを、思って。 くれてるんだよね。そして、みんなは仲良く、一緒に遊びました。エナがくれた絵本、面白かった、奏たちは、新しい曲を作ってるのかな 次は、どんな曲なんだろう。楽しみかな。えなんだろう。この気配。もしかして。お前か、この世界のミクか。 あなたは、カイットああ、ここは、何もない世界だな。最初は、何もなかった。だけど、今の真冬には、私たちも、カナたちもいる、犬。真冬。それがこの世界の持ち主の中。どうやら、 俺はそいつに呼ばれたようだな。もし、ガイトが真冬に呼ばれてきたのだとしたら、真冬に、何かあったの真冬